鳥取ゴルフクラブは鳥取県鳥取市にあるゴルフ場である。1952年4月17日午後、鳥取県鳥取市は全市を消失する鳥取大火災に見舞われた、その復興を指揮したのが鳥取市の火災復興局長池口良である。池口が発案したのがゴルフ場建設だった鳥取の観光資源にもなると、 鳥取砂丘ゴルフ場を提案した。1953年、新たなゴルフ場の建設に向けて、鳥取ゴルフクラブが創設された。ゴルフ場の建設用地は、戦前は、建脚部隊として知られた、不評第40連隊の演習場で、戦後は、鳥取大学の砂丘研究所に払い下げられていた、浜坂砂丘の西側一角の20万坪を着地する、ことが決まった。 日本海の波打ち材が、ウォーターハザード、スルーザグリーンとティグラウンドはすべて砂で、バンカーとグリーンは、杭で区別し、グリーン面は、砂かきで鳴らし、造成費はかからなかったのである。砂丘ゴルフ場は、魅力があった、風の方向や強弱により、砂丘が変化し、地形も微妙に変化する。原始的なゴルフ場だが、大火の後始末に、四苦八苦し、 沈みがちな市民に元気と希望を与えた功績は大きいと解放誌に書かれている。プレー料金は1ラウンド300円でコースやデイジは不詳である。砂丘ゴルフ場は約10年間続いた。1962年、砂丘ゴルフ場は借主の鳥取大学に返還された。1963年3月、新たなゴルフ場の建設用地が決まった。 鳥取砂丘に隣接する鳥内山陸の20万坪である。コース設計は、間の定期地に依頼し、造成工事が着工された。1964年7月20日、造成工事が完成し、9ホール、3257ヤード、パー35規模のゴルフ場が開場された。2012年3月9日、当ゴルフ場を経営していた鳥取振興開発が、 鳥取地方裁判所に民事再生法の適用を申請。その後はパチンコ店 UFO ボーリング場を運営する山陽グループの玉川の支援を受け民事再生手続きを開始2013年2月に山陽グループの企業となり2020年6月1日玉川へ九州合併し解散。現在のコースは9ホールを2回ラウンドする方式で バックティ3201ヤードパー36でラウンドする。コースの特徴は日本海から吹く風による影響が戦略的な面白さとなることで砂丘ゴルフ場以来変わらない。郵便番号680-0001鳥取県鳥取市浜坂鳥内山1318番地。ありがとうございます。